ようでしたらパレオが受けたまわります。ご主人様への面会でしたらこのパレオが窓口です。今日はどのようなご用事ですか？のんびりしていってくださいね。お待ちしてました。パレオたちとお揃いの特攻服を作りませんか？そういえばこんなものをご用意していたのですが、実はパレオからお渡ししたいものがありまして、いかがでしょうか？気に入っていただけるといいのですが。お好きだと聞いていたのですが、こちらで合ってます？じゃーん！これはジュジュ様と一緒に選んだんですよ。喜んでいただけましたか？準備した甲斐がありました。集会に出たいのか？ならここでおとなしくしてろよ。ここになんか用かよ。危ないからあんまうかつに近寄るなよな。お、今日は何しに来たんだ？どっか走りに行くか？後で私のバイクの後ろ乗れよ。暇だし海行こうぜ。そういや確かこの辺に、あったあった、そうだ、渡したいもんがあったんだよ。まあまあか。次もいろいろ用意しとくからまた来いよ。割といいだろ。使い勝手は私が保証するぜ。めちゃくちゃいいだろ。気合い入れて用意したんだぜ。お、欲しいやつだったのか？よかったな。多分集会に出るんですよね。だったら会場はここですよ。お守りを買いに来たわけじゃなさそうですね。何か用ですか？こんにちは。これから集会だから来るだろうなと思ってました。バイクで来たんですか？一緒に走りたいし、私も免許取ろうかな。そうそう、渡したいものがあるんだった。実はこんなものを用意してたんですけど、ちょっとしたものですけど使いやすいと思いますよ。こういうのってあると結構便利なんですよね。てもらえました。それなら良かったです。それ私もいいなって思ってたんです。良ければ使ってください。たい焼きもいいけど、持ってくるならジャーキーにしてほしいわ。ラスに何か用かしら？手短にお願いするわ。集会を始めるわ。私たちが新しい時代を作るのよ。あなたはその見届け人ってとこね。そういえばあなたに渡したいものがあったのよ。私からのプレゼントよ。もちろん受け取るわよね。面白いものが出たわね。どう使うかはあなた次第よ。実用性重視だけれど、なかなかのものでしょ。どうかしら、あなたに合わせた特注品よ。絶対気に入ると思ったわ。私の見立て通りの反応ね。集会に参加される方ですよね。よろしくお願いします。
のチームに何かご用ですか？バイクの音がしたからそろそろ来るかなって思ってました。この後ツーリングはどうですか？風が気持ちよさそうですよ。渡そうと思って用意してたものがあるんです。上等な使い方間違えてますか？